それやめんそれやめん、ふかふかはダメですか。劇場後ろに立ちはんの珍しい。確かに、いやこの景色ええな思って。えすごい、そんなことが聞かれてはらないですか今、うん、普通にあのなこれやっぱりもう6分間ですかね、これね、もうお疲れじゃないのかな。大丈夫です、いやいや、もう大丈夫、ありがとう、疲れてませんか。ありがとう、大丈夫、大丈夫、その気遣いを6分間立てるもんですあ、ちょうどいい言ってください、無理だってやめてみどってな、みどって地上初のやってる間に入れ替わる、入れ替わる、疲れたっていう意味ですね。でもお店ずっと立ってはるじゃないですか。うん、つか疲れないですか。思います。いやでもたまに座ってるよ、椅子の中に置いて。ああそうなんだ、中に椅子あるから。へえ、だってそんなちょっと立ってしんどいね。お客さんとかって大体平均何時間ぐらいいらっしゃるんですか。あのな、長い人やったらな、はい、5時間とか長っ6時間とかな、記録あるで。8時前に来てな、はい、帰らへんほんで俺しまいにも早く帰れって言うんよ。8時から5時間めっちゃ長いですもん、ね、しかもな、他お客さん誰も来えへんねん。うわー、一番近い。おっさん一人と1対1で6時間喋れる。いやいやいや、もう喋る内容ないねん。確かに、もうしゃあないからテレビつけんのテレビやんマジで。それでも帰らはらない、帰らへんねん。そんなことがあったけどな。それ飲んではくれるんですか。いや俺が飲む。あー、なるほど、なるほど、なるほど、そうかそうか。だからもうベロベロなんだよ一人でね、ベロベロなんだよ。そうですよね、うん、謎のテレビ見てベロベロなんだよ。家で飲んでるの変われへんおっさん喋らへんし喋らへんねん。おっさん勝手にチャンネル変えろんねん俺見てんねん今なってくるほんまに家おるねんそんなことがあったりとかな、まあ、いろんな人おるで、お客さんいてもな。そうですよね、うん、一元さんでバッて入って来はる方もいらっしゃる。いや、これな、あってんコロナの時に。あ、まあ、他閉まってるけども、ちょっと入っとった時があったり、はい、ほんなら入ってきて、これがな、はい、入っとかな、東京の美容室の人でな、お構いやったのかな最後手にチューされたりとか。あらほんで、こないだな、はい、あのかの有名な、はい、あの有名なマジシャン、おかものマジシャン、愛さん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 来はった。愛さん、はい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 。愛さん来はってな、相変わらずおもろいな。もう71やで。そうやで。ほんで、あのすごいんが、はい、年いってきた方がちょっとシュッとしてるじゃん。着るもんとか。綺麗めになって言ってはるんです。そうやね。ほんで、ちょっと前とか15、6年前汚かったやんか。なんかジャージ着て汚く汚かったやん。今シュッとしとんねん。えらいもんな。そうなんですね。知り合いの方と来られて、はい、うん、へえ、まあ、あんま言わん方がええなあかん、これ言うたらやばいわなんかね、なんかね、噂がすごいいっぱいあるんだし、ちょっとどんなかわからなくて。どんな噂。え、その僕がこれ使えるかどうかわかんないんですけど、はい、その方です、うん、その方の、僕はなんか都市伝説で聞いたことがあるんですけど、はい、なんかどっかに埋められて、うん、あのそれを元気さんが掘り起こした。俺が助けに来た。元気さんが。なんだと。いやでもな、それに近い話はあの人はあのお金な借りて払わんのな返さんとな昔やで、はい、南フラフラしとって捕まったんや、拉致られて。ほんでまあそういう関係の事務所連れて行かれて、はいはいはい、あの脱がされて、はい、ほんでパンって言うさせられて、後ろに手を縛られて、ほんで頭に日本刀を突きつけられて、うわ、怖い、お前いつ返すねん、これすいません、もうちゃんと返すから、月末返すから、言うて返さへんわな。怖っ。またフラフラしてるわな、はい、拉致られたんや。自分連れて行かれたんや、はい、どうしたの。自分で脱いで、はい、縛ってるんやねん。ほんなら、その相手の方も怖がって、はい、いや、そんなんちゃうねんと、はい、そんなんちゃうねん、そんなんちゃうねん、お前金返してくれ、言うてんねん返すの分かったけど、この時間帰られへんからどうしよう、言ったらもうこれで帰ってくれ、言ってチェーバーモータらしい。そんなことあるんですね。これ嘘じゃないねん。あの人はほんまそんな話ばっかりやで。いや、でもそれこそここで言われへん話もいっぱいあんだけど、まあ、今のもギリギリかもしれんよ。でもそれを超える話があの人あるからな。いや、ほんまにこれなかっ
かったな、もうそれでよ。ちょっと ここだけもう音声カットでもう。ピーって言ってもらおうかな。ピーって言ってる顔だけで。いやいやいや、これいけんのかな。まあ、名前言うてへんからええやん。はい、そやな、愛さんな。まあ、そっち系やから、はい、大人のおもちゃであるやん。な、はいはい、あれをな、はい、ケツに突っ込んだままな、はい、寝てもうたんや。はい、どんな話なんですか。朝8時半電話かかってきて、はい、どうしよう言うねんや、はい、どないしました、はい、すぐマンションの下に来て言ったら、はい、チャリンコこうやって立ってんねんな、はい、どないしました言ったら抜けへんかった、はい、大人のおもちゃが、はい、ほんで病院についてきて言われて、はい、ほんで行ったよ本日の方で病院に行っ立ち込みしてはんねん、はい、座ったら刺さるやろずーっとして、ほんで病院まで行ったり自転車で行くんですか。ほんで、そうやねん、俺ついていったところが思ってんや、はい、ええやん、そこまでは、はい、ほら、それが手術扱いになるわけや、病院じゃなあかんねん、ほんなら一緒に行った俺がサインせなあかんねん、ほんなら旗から見たら俺がなんかあの人のこれみたいなね、確かに、まあ、そう、てか元気さんが入れた犯人です。そうやねん、周りからしたらか、ものすごい恥ずかしかったこれもつらやかったよな。元気さんにやっぱ一番に電話かかってくる。やっぱりそうなんですね。無視そうやん、ずっと昔そういうもんだけな。ああ、だからもうね、うん、そう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 、俺連帯保証にやりますよ。いや、結構近い距離だったんだ。まあまあ、それにまたある話もいっぱいあんねんけど、じゃあ掘り起こしたのもね、はい、またもしかしたら、まあそれに近い話はあんねんけど、まあ、伝説の人はいろいろおります。